はい、こんにちは、やっとらチャンネルです。久しぶりにね、ヤギの花子ちゃんの登場です。今日は天気も良かったのでね、話しております。これからね、茶色い景色になってきちゃったのでね、青い草をくれたいのでね、なんかママが釣れるっていうのでね、ママに散歩して青い草を食べに行ってみましょう。はい、どうぞ。意外とね、花子ね、トリッキーな動きするからね、急にね、グイグイグイってね。花子、行くよ。ほらね、ママ言うこと聞かないんです。見てください、この綱引きのような。これぞ道草ですよ。こういうのは道草って言うんだよね。やっぱね、青い若い葉っぱが好きみたいでね、食べております。ちょっとお待ちください。やっとらチャンネル。ママが引きずられております。ちなみにね、自分家の敷地以外の時はね、ちゃんとね、こういうちり取りとかを持ってね、うんちは取ってきます。ほらほら、走っていっちゃった。引っ張られております。それ亀が好きなやつなんだよな。冬亀に食べさせたかった葉っぱなんですよ、これ。菜の花のあれなのかな、なんかね、大根の葉っぱみたいな感じでね、これ冬でもすごく青々としててがっつり亀に使えるんですけど、花子に今年は食われてしまっております。これ食べてたと思ったら急に走り出すからね、それでね、ママ持ってかれるっていう筋書きですよ、いつも。うちの花子ちゃん、やっぱ青い葉っぱの方が好きだよね。あとこうなんか牧草とかね、そういうのくれてると水をよく飲むけど、雑草のね、こう青いの食ってるとあんま水飲まないね、やっぱりね。水分補給がそういうとこからができるんでしょうね。これね、やっぱほら、こう崖とかでもね、生活能力がかなり高い蹄を持っているのでね、こう傾斜、これ結構傾斜ね、こうあるんだけど、こいつらのね、この蹄の能力っていうのはすごいですね。1日2キロぐらい食うのかな、やっぱり。なんかすごい、ずっと食べてるよね。特に量も分からず、食べるだけずっと食べさせてきてるけどね。まあでも腹減ってると、めい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 要求がすごいよね。ヤギも鳴き始めると鳴くからね。あと雨を教えてくれるよね。雨が少し降り始めると、めいめいなんつって家に入れてくんなーなんて言うよね。濡れることをね、異常に嫌がるので、夢中で食べてるかどうかよくわからないね、ヤギの目は。横目っていうのかな。黒目が横だよね。かわいい。ちなみにね、小屋子になるのでね、うちの庭でうんちした時はね、そのままです。来年の草の小屋子用にね、こういうとこでしちゃう時はね、ここ僕のね、土地ではないのでね、ちゃんと取ります。なんだ、引っ張んないな。あるでしょうか。のどかな散歩じゃ。秋の日差しに当たって気持ちよく食べてる。のどかだ、これ。なあ、なんかのどかですね。うまい。どうでしょう。カサカサって音がした時のパパの反応の速さ、シマヘビが出ましたよ。今日もね、もうまあ今シーズン最後でしょうね。出るんじゃないかななんて思ってたんですよね、パパ。そしたら自分の家の庭にシマヘビが出るって幸せなことが起きます。自分の家にさ、ヘビが出るっていいよね。ないよね。サササって音がしました。ここにシマヘビがいますよ。逃がしちゃしねえぞ。ですよ、ほら今ボタン押してあるから。え、ちょっと怖いんだけど。こっちに行ったぞ。どこ？今ヘビが、今パパの
目には見えたぞ。捉えた。捉えた。うわぁ、シマヘビがいました。いた。パパの目と音がごまかしができません。かわいいシマヘビちゃんがいましたね。ススって音がしたんですよ。今パッと見たらね、もうシマヘビがいました。かわいいかわいい。こうシマヘビの男の子、これね、男の子ですよ。ほらシマヘビの男の子がいました。パパの目にごまかしはできませんよ。カサカサカサって音がした瞬間ですよ。私もありがとう。カエルを食べに来たの。私どうしよう。そこで離されたら私どうしたらいい？ほらこっちで離された。うん、秋のポカポカ陽気の中のね、珍しくママがね連れたヤギの道草散歩でした。これからもね、花子もそうだけどね、うちにね飼っている生き物たちの動画を上げていくのでね、チャンネル登録して待っててね。待っててね。じゃあね。こっちだよ。なんで？やだよ。